ファントムセブンは、イギリスの自動車メーカーである、ロールスロイスモーターカーズが製造、販売していた高級車である。ロールスロイスファントム2 3 9 9 8年、ビッカースが所有していたロールスロイスを買収した、BMW は、1998年新たな自動車会社ロールスロイスモーターカーズを設立、同社として、初めての乗用車として開発され、2003年から、 発売されたモデルがファントムである。またファントム7は BMW 参加のロールスロイスの出発地といえるモデルであり大成功を収めたモデルでもある。当時のライバルはマイワッハ57、62である。またらしい外観を持つファントムが圧倒的に人気であった。ファントムはロールスロイスの最上級サリーンに使われてきた名称であり、 このロールスロイスモーターカーズによるファントムにもパルテノン神殿をモチーフとした大型のフロントグリルをはじめとする特徴的なデザインが引き継がれた。また、かつてのロールスロイス車にも見られた高チドアが採用されている。車室内インテリアのメタル仕上げ部分には従来のサテンクロムと呼ばれるやや光沢の控えめなクロムに加えてより透明感のある光沢に仕上げた ブルークロムが用いられている。市販車は V 型12気筒エンジンが搭載されているが、試作段階では9リットル V 型16気筒エンジンが搭載される計画であった。しかしながら、オーバースペックという理由で却下され、3機試作されたエンジンはロールス・ロイスによってしばらく保管されていた。そのうちの1機をミスター・ビーンで知られる俳優ローワがアトキンソンが、 ロールスロイスに直接交渉し、快諾を得て、所有するファントムに乗せ替えた。当初は単一のボディバリエーションのみだったが、途中からホイールベースを延長し鉱石の空間を広げた、U 部が追加されている。また、2ドアクーペ及びオープンカーも追加され、標準モデルを含むとファントムは四種のバリエーションを持つ、ことになった。2016年2月23日、メーカーにより、 年内に生産を終える計画であることが発表された。2017年1月末、最終モデルがラインオフし、生産終了となった。ロールスロイスファントムドロップヘッドクーペ2007、スーサイドドアを大胆に採用し、外反色を含む内外のディテールもレトロモダンで統一され、特徴的なコンバーチブルとなっている。リアフードカバーは、チーク材のデッキを使用。 ボンネットは、スチール製で機械で均一に仕上げた上に手作業で磨き上げられている。仕様、ロールスロイスファントム原稿型、年内に生産終了へ、13年の歴史に巻く。レスポンス .jp。2016年2月25日閲覧。ロールスロイスファントム原稿型、生産終了、14年の歴史に巻く。レスポンス .jp。 2017年2月27日閲覧。ありがとうございます。